はい、いいですよ。はい、こちらが水流ですね。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。こちらが八海山になります。はい、今水芸開けたてでしたね。冷静に待ちました。え、冷静さん今開けた。本当だ。お先に冷静さん、あれ、こっちが水芸や。八海種類並ぶ。冷泉、開けたてじゃないですか。開けたては冷泉と水芸と水芸と冷泉は開けたて、この場で開けてくださいました。うおー、ありがとうございます。どう、健全ですよ。噂の幻のレモングラスほうじ茶ですね。有名な福岡県久留米市のお茶屋さんの作られたといういや、どちらか僕は詳しくは知らないんですけど、でもレモングラスほうじ茶って香り少しジンジャー系の、ちょっとしびれる感じしますよね。生姜系の香りしますよね。生姜のなんか茎っぽいというか、そうそうそう、するよね。するする、刺激的な。ほうじ茶の後にこうやっぱりこう奥に生姜っぽいとかスパイシーさがこうきますね。特にレモンの香りが少しこう乗ってる感じが。すごいですね、わたびもね。